お疲れ様です。今回ねちょっとね忘れていていい放置しておいたササイイイトトトがあるんでですす。よ。ポイントサイトですここはねアンケートサイトで通常アンケートって一生懸命ね5分とか10分かけて答えてもなんかポイントがね1ポイントとか2ポイントとかで全然この時給換算すると時給100円とか200円みたいなレベルでまあ、やってらんないっていうのがね正直なところなんですよ。 まあそうは言ってもね、ポイント貯まりますんで、何もやることがなくって、何日も何日もビジネス活動をやってて稼げない時っていうのは、こういったポイントサイトでね、わずか数円でも数百円でも貯めていくことで大事だと思うんですけども、今回紹介するね、この UVOICE ってサイト、これね、忘れていたんですけども、1ポイント1円なんですよ。しかもアンケート1個答えて、50とか100とかっていうね、結構でかいんですよ。多分ね、この手のポイントサイトの中で最大値でキャッシュバックを得れるんじゃないかなと思います。で、私ね、 一回アカウント作って、その時にサササッとやったぐらいだったんですけども、なんか見るとね、652ポイント溜まってるんですよ。これちょっとでかいなと思いました。あの、TikTok なんかより絶対いいです。で、今ね、全然私やってなかったんですけども、アンケート溜まってるんですよ。これね、50ポイント、50ポイント、30ポイント、30ポイント。これだけで、多分10分ぐらいでもうね、160ポイント、190ポイント、200ポイント。だからもうこれね、 時給換算でも1000円とか全然いけるんじゃないあ、60ポイントだ。すごい。ね。こういうふうにポイントがあるでしょで、まだ私あんまり調べてないんですけども、このアンケートって先着順で、例えば先着100名様、このポイントでアンケート答えてくださいね、みたいな形だったと思うんですよ。そうなると、有効なポイント、例えば60ポイントもらえるやつって、早くなくなっちゃうんじゃないかなと思いますけども、ただね、1月4日にこれ配信されて、未だにあるってことは、結構知られてないポイントサイトなんだろうなと思います。 これからね、これを全部やってね私ねここをね2000ポイントぐらいにしようかと思うんですよね結構いいでしょこれえ特にねあの生活保護受けてらっしゃる方収入申告とかあと働きに行って面倒なこととか結構あるんでもしね今日も昨日もおとといも収入ゼロのまんまそれでもね数千円でも稼ぎたいなっていう人はこのポイントサイトやったらいいと思いますよはいそれでえっ、ー、と652ポイントでしょこれがね1ポイント1円なんですようん。 で、メッセージ入ってるんで、後から読もうと思いますけども、クーポンってなんだろうあ、クーポンコードね。これんだろうという感じで、私ね、このサイトを知って、その時にアカウント作ってログインして、アンケート2、3件答えたと思うんですよ。ちょっと忘れましたけどもね。で、なんかね、何ヶ月も放置してたんでしょうね。ちょっとブックマーククリックしたらこれが出てきて、なんだこれやと思ってね、652ポイントなんで、これでかいなと思いました。しかも、現在ダブル会員でありませんってあるでしょ。 ダブル会員になったらもっといいんじゃないかなっていうふうに、まだまだね、期待が持てるんですよね。ということで、友達紹介っていうのがありますんで、ぜひね、この友達紹介コードをクリックして、私紹介まだ一人も出してないんですよ。というのが、これログインするの2回目ですから。これなかなかいいんじゃないかなと思いますんで、とりあえずね、ポイントサイトばっかり紹介しといてね、あの、もうわけわかんなくなっちゃうかもしれませんけども、これは絶対やっといてくださいよ、これは。うん。特にあの、みんなの銀行とか、第一生命のバンクとか、なくなっていくでしょ。その時に、この、 ユーボイスっていう、要するにね、あなたの声を聞かしてくださいっていう意味でユーボイスなんでしょうね。このアンケートサイト、むちゃくちゃいいと思いますので、絶対おすすめです。よろしくお願いします。それでは。